ナピです。ここです。かぶやきです。かぶやきよくです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。雨だね。BGM に声負けてるな。ちくしょう。俺は弱いから BGM の方を下げるぜ。明日テストどうしよう。どうしようも恋しようもできることやって受けるしかないっすね。あれ冷たくねお前。明日テストの人間に冷たくねごめん。まあなんとかなるよ。やっぱさ、土砂降りの中人がずっと突っ立ってるとさ、人に優しくする理由を失っていくんだよね。この酸性の雨にさ、心の優しいところが溶けていくから。カブラキ翌日テストなのに準備してない時どうすんの。カブラキはもうそれは準備しなかった。カブラキが悪いから、開き直って、そうだな、ツイッターでもしーちゃお、ピクシブもみーちゃおって言って、もうおしまいの人間をやるよ。カブラキは直前になって合わせるようなことはしない。前々から準備できなかった場合はまあしゃあないかと言って開き直って、当日やばい全然勉強してないみたいなことを、昔してるめちゃくちゃ勉強してる同級生とかを横目に見ながら、ふん、まカブラキとどっちが勉強してないか勝負してみるかいっていうのを心の中で言いながら、黙って席についてしれっと、テスト大変だよね、でも早く帰れるからいいよねぐらいの雑談をしてテストを始めて、全然わかんねえな、まとりあえず埋めるかって言って、それはもうカブラキがやんなかったからしゃあないなって思って、まあそりゃあんなにやんなかったらこんだけわかんないっすよね。そこまで全部悟った上でカブラキは勉強しないから、本当におしまいすぎて、マジやばいみたいなこと騒ぐ元気もないから、あれパフォーマンスだからね。あそこどうだった、全然わかんなかった、いやもう絶対ダメだよ今回みたいなことを言ったら、同級生を横目に、まカブラキとどっちがダメか勝負してみるかいって言いながら、黙って次の科目の準備をする。周りが、あの大門2のさ、カッコさん何だったとか話してる中、いやもう過去を振り返ってもしょうがないしな、そんぐらいの潔さを持ってして挑んだ方がいい。過去のテストの丸付けを周りが勝手にしてるじゃん、そういう時ってさ。カブラキはそれを、まあそれは先生の仕事だから、カブラキはテストが返ってきた時にそれやればいいかなって思うけどねって内心で思いながら、黙って英語の単語帳を開く。帰ってきてから勉強した方がいいんだから、だって切り替えて次行こうや、次行こうや。なんでみんなそうやってさ、カブラキが全然勉強してない科目の話でさ、そんなずっと盛り上がってるのやめてよってめちゃくちゃ思ってる。まあこんなやつを手本にしちゃダメだ。でも準備してた時はカブラキもそういう話してるんですよ。カブラキは一回準備せずに準備してきた者たちのやばい全然勉強してないを聞いて、それを一度心の中でバカにしてしまったことがあるせいで、全然勉強してないっていうそのノリについていく権利を得た時でさえ、いや俺にその資格はないって思っちゃって、マジで全然関係ない話とかをしてなりきった。勉強してた時でも全然勉強してないんだよね、結局言わんかったな。でもあのね、分かってきた、あれはある程度勉強してきたからこそ、練習すればするほど自分のできないところが見えてくみたいなのあるじゃん。このやればやるだけ見えてきた自分の欠点が浮き彫りになっていくからこそ、浮き彫りになった欠点を克服できるほどの勉強はできていないっていう、そういう焦りがゆえに生まれる勉強してないの言葉が出る感覚は分かった。あとなんかさっき生きづらそうってコメントあったの見えてるからな。生きづらそうで草って言ってたの見えてるからな貴様。